なんだろう、将棋以外何もないっていう、やっぱりこいつから将棋取ったら、あ、何もな残んない男だなっていう感じはすごい出したかったので、まあ姿勢とか目線とか、まあ、あと結構その撮影中とかずっと寝る前にカップラーメンとビール飲んでから寝るっていう、ちょっと太ろうと思って、なんかまあ本当本当ちょっと細かい部分なんですけど、なんかいろいろ気をつけながらやってましたね。難しいですねこれ。自分をあんまりなんかこう強いやつ言ってもなんかちょっと恥ずかしいし、ケーマーとか言ってなんかちょっとこうね、斜めにいってる感じもなんかちょっとかっこ悪いなって思います。どれぐらいがちょうどいいんだろうな僕。まあ王様かな。ありがとうございます。これちょっとカットかもしれないですね。うん、まあでもやっぱりこのまあその H っていう人物の、まあ、成長物語ではあるのかなと思うし、やっぱりこう人付き合いだったり、なんか人として必要なものっていうものがいろいろこう欠けてる男が、やっぱり将棋以外のものに触れてそういう部分を学んでいく話でもあるし、あとはやっぱりそのなんだろう、天才と凡人というか、やっぱそこの差みたいなものも結構エンタメとして面白く描かれてる作品なのかなと思いますね。どういった話、いやどんな話するんだろう。でもあの方の前で将棋のことなんて語れないですよね。恐れ多いし、ちょっとこの作品でかじったぐらいの僕が将棋のことを何か聞くってのはもうあれですけど、アウェイクに勝てますかって聞くんですね。はい、今回のアウェイク、まあ将棋ファンの方々にはもちろん見ていただきたいんですけど、まあ、全然この将棋のルールとか分かんないっていう人だったり、そういうなんだろう、あんまり将棋映画見たことないなっていう人でも全然楽しんでいただけるエンターテインメントになってます。ぜひ劇場で待ってます。お楽しみください。将棋のプログラムを作ってみたくて。プロになる夢を諦めた男が見つけた新たな挑戦。定石なんかにとらわれない自由な手を指すんだ。プロ棋士と最強のコンピューター、どちらが強いか。僕が戦うのはあくまで彼が作ったコンピューターソフトなので。勝敗を超えた感動が胸を打つ青春物語。アウェイクがどんどん強くなっていくのが本当に楽しかったんだ。アウェイク。